戦ったもんね。管理者権限完全移行、未登録者フェイ、いけそうか。少し怖いかも。まあこの状況ならそれが普通だよ。私ってある意味実在していたとは言えると思う？俺から言えるのは、人の記憶もそこに含まれるものも全部結局は自分が自分に語るフィクションに過ぎないんじゃないかな。じゃ頑張れよ、コリンのためにさ。頑張りたいか。頑張れ。血圧、脈拍、低下。お別れのようです。ご臨終です。どうぞゆっくりお別れをなさってください。私は今で書類を作成していますので。わかりました。ご家族には頃合いを見て伝えます。なんかこれを思うと毎回人を見とってるんだよね、この二人って。それってなかなかだよなと思ったりしましたね。いる？どうだった？やっぱり何度経験してもちょっと虚しくなるわね。ついさっきまで彼の記憶の中にいたのに。まあそういう仕事だからね。ちょっと寒いのは確かだけど、記憶の中にいた時はあったかい感じがしたからさ。最後の決断うまくいったのか確かめることはできない。後でデータを掘ってみるつもりだけど、何しろ前例がないからな。実際どの程度有効だったのか何とも。報告書の作成今回も手間取りそうね。まあそれはいろいろ落ち着いてからでいいよ。ニールっていいこと言うな。なんか結構その本当に人の人生に関わるお仕事だからさ、これぐらい柔軟性がないと、そのマニュアル通りではやっぱりその解決できないことってたくさんあるだろうからね。エヴァちゃんは機転が利くし、ニールは柔軟性があるし、めちゃくちゃいいコンビなんだろうな。それより一つ大事なことを思い出した。あ、説明するのか、レモン汁のことを。
うまくいったんでしょうか。順調とは言えませんでした。お父様はかなり異例のケースで、我々も力を尽くしましたが、最後の瞬間に何が起きたかはっきりと確認することは難しいかもしれません。すみません、お母さんに聞いたら息子さんがライターをお持ちだと。はい、持ってますけど。ねえ、何が出てくるんだろう。おお、この出てよかったよね。 As we dream and as we grow, we have to learn to let things go. But let the wonder never fade, though we've turned 10,000 pages, flying high or stuck.Searched for meaning amidst doubt. I finally figured that part out. And all the stories inside me feels like I'm bursting at the seams. And you're here after
今までの人生が一番だったんだって。そういう最後を見せたんだね、フェイちゃん。はぁ。この対岸のベランダにフェイちゃんがいたことを思い出したのか。あーで、ここで、うわお探し物ですか。久しぶり。ああ、あれからずいぶん経ってしまったね。君は変わっていないな。それ誰のせいよ。本当はもっと素敵な再会を期待してたけど。あと僕がどんな人生を送ってきたか、すべてを君に話す時間はどうやらなさそうだ。大丈夫、全部一緒に見てたから。今日はね、さよならを言いに来たの。でも一つだけ教えて。後悔してることまだある？後悔か、ああたくさんあるよ。でもそれでいい。チャンスを逃したこと、ひどい目に遭ったこと、叶わなかった願い、僕の人生の一部だ。それがあったから今の僕がある。そういうものを全部経て、僕が今手にしているもの、それは本当にかけがえのないものなんだ。うん、それが聞けてよかった。さあ、もう行って。みんな待ってる。お家に帰る時間だよ。ねえ、コリン。あの日、さよならしなきゃいけなかったこと。ごめんね。一人ぼっちだった時も、君はいつもそばにいてくれた。ありがとう。
った終わってしまったよ。最後もグズグズになってしまいましたが、ここまでね、一緒にこの物語を見てくださった皆さん、本当に本当にありがとうございました。じゃあトゥーダムというゲームをね、もうやった時からもう続きのゲームをずーっと楽しみにしておりましてで、もう本当にウキウキで初めてね。でもあの物語を超える物語はもうないでしょうとそんな気持ちでいたんですけど、胸がいっぱいですね今も。いや、その比べるものじゃないと思うけどね、やっぱりそのジョニーおじいちゃんのさ、コリンさんの物語はやっぱり別なわけで、それぞれの人の人生なわけだからさ、だからその比べるものではないと思うんだけど、そのジョニーさんはね、その月に行きたいっていう願いを叶えてさ、まあ大団円で終わって、こっちもさ、その人生何も変えれることがないって、何も変えることがないって。なんか、それって素晴らしいことじゃない？ Free World Games and XD Network We still thank the community contributors for helping us making this possible. あー、まだ読んでますめちゃめちゃ感謝してた。あ、続き？あ、お葬式？結婚式？ん？うーっす。え、なんだ？今どこ？スコッチでオレンジ飲んでる。違うよね。オレンジでスコッチ飲んでるだよね。来るって言ったじゃない。それはいつもみたいに墓参りに行くって意味だよ。葬式に出るとは一言も言ってない？だいたいいつも出てないじゃない。そうだけど。今回は出るべきだと思ったのよ。だって。ドクター・ロザリン、そろそろ。ほら、呼ばれてるよ。俺はまた改めてお参りに行くからさ。まあ、こういうのからじゃないんだね、ニエルは。いやー、自分の人生、後悔してることもあるけど、それも含めてっていうのは、ほんと素晴らしいことだよね。仕方ないわね。じゃあせいぜい飲んだくれてなさい。おお、ちょっと待って。さてと続き。え？データの抽出か？あ。あらららら、怪しいですね。俺は、ノックしろって言ったんだ。ロックをハックしろとは言ってない。デジタルロックなんかにするんじゃなかったよ。どうしてアナログのロックは残しておかなかったの？あ、ロバート、なんでお前もいるんだよ。男の人だったわ。あまり時間ないぞ。どうする？やっぱやめとく？そんなわけないじゃん。で、それが普段の対処用ツールか。そう、彼女がね。え、じゃ、これ、また続きやないかーい！また続きのゲームの話をしよるないかーい！あー！またー！またー！うおー、なんかミュージックもクソ手に入れたい！クソー、また待たされる、このゲームに！いや、ま、た、喜んで待つんですけどね。全然喜んで待ちますけど。語り尽くした気持ちあるみたいな。その、なんだろうな。やっぱ、僕はまだ赤ちゃんなので、
これからこうどういう人生を歩んでいくのかとか全然見通しがわからないし、ただそのね、後悔しないようにね、なんかその一瞬一瞬を大事に生きること、この一瞬一瞬に起きた出来事をさ、その覚えておけることってほんと素晴らしいことなんだなってちょっと思いました。やっぱその忘れていってしまうものじゃない、記憶って。いいこともさ、悪いことも、良いことは特にね、ちょっと忘れてしまうもんだと思うからさ、そのコリンさんみたいにさ、そのジークとさみたいなさ世界があるんだったらまたその話は違うけど、僕たちは覚えておくしかないのね。だからコリンさんみたいに、あ、もう後悔はあったけど、もう他の人生を歩みたいとは思わないなって、それぐらい人生をこう満喫して生きたなって、そういう人生が送れたらいいなってそう思いました。そう思わせてくれるとてもいい素敵なゲームでしたね。そして続きがとっても楽しみです。はい、じゃあここまでお付き合いいただいた皆様も本当にありがとうございます。みんながこのゲームをさ、まあ見てくれてね、あるいは自分でプレイしてどんな風に感じたのかなっていうのもすごく気になるので、よかったらコメントとかにね、感想とかね、自分はこう思ったよっていうのを書いていただけたら、パパカチはニヤニヤしながらもう大事に読ませていただきたいです、というような感じですかね。じゃあまた次のゲームも、ちょっと次のゲームね、もう実は決まってるんで、やりたいゲームはぼちぼちね、ちょっとまたやっていきたいと思いますが、また泣けるゲームをちょっとやっていきたいと思いますので、金曜日ね、またお付き合いいただけたら嬉しいです。ではみんな、今日も一日お疲れ様でした。いい夢見てね。じゃあバイチー、また次の時間であるいは配信でお会いしましょう。